伝統の涼を演出します。先月全館で営業が再開された道後温泉本館に夏の風物詩すだれかけの景色が戻ってきました。道後温泉本館では明治時代から120年以上にわたりこの時期暑さをしのぐすだれを吊るします。今日は午前11時から市の職員らおよそ10人が2階と3階におよそ250枚のすだれを吊るしていきました。保存修理工事などの影響で全館にすだれがつけられるのは6年ぶりで久々に道後の夏の風物詩が戻ってきました。風情があっていいと思います。涼しげで風で揺れるのとか、いいと思います。夏の道後温泉、暑い日が続いているんですけども お風呂に入って汗を流していただいて、2階以上の休憩室で、すだれ、での風情ですとか道後温泉館内の風情を楽しんでいただきたいなと思います。本館のすだれは9月いっぱいまで吊るされ伝統の涼を演出します。